えーと8月18日2018年ウォーカバックハヤトブログですそろそろまた、えー、ここでですね一人で、えー、もテーブルがなくなっちゃったので子供のテーブルを使ってます、はい、今日の飯は何でしょうか、えー、とこの、えー、鶏肉とですねこれはメキシカンのビーンズにちょっとチーズを入れてあとは、えー、このメキシカンのトルティーヤですね、えー、これを一人で食いながらですね、えー、このスタンドに携帯を置いて ちょっとまあネットフリックスのを見て、はいえー、1時間ほど1人で優雅な1人の時間を過ごしたいと思います今日また短い日記ですけどあのー、こっちをですね今日おばと、えー、いとこが、えー、手伝いに来てくれてこれとかね、えー、向こうも結構そうそうそうこっち見せねえとなそうそう昨日まだこっち結構あのごちゃごちゃしてたと思うんだけどきれいになりましたあとあのパソコンとこっちのまあファイルの方をね、えー、ちょっと整理してから箱に詰めたいと思いますベッドもまだ売れてません はい、じゃあ今日のワンポイントレッスンいきますよこれから人生どうしようかなとか思ってる人このポイント覚えておいてください僕が最近学んだことですっていうかまあ前から知ってたんだけどまあ誰かが言葉にしてくれたって言った方が正しいのかなとにかくねポイントはこれです安全のついその逆の意味ねは危険ということですよねですよねでも同時に皆さん多分周りの人たちから 心地いいものイコール安全と思ってる人がいるでしょ、ね、でも心地がいいいから安全という意味では絶対ないでも同じだと思ってるから心地がいいもののついも危険であるっていうふうに思ってる人たちが思うんだよねで僕が言いたいことは周りのもうビジネスやってる人たち起業してる人たちね起業して失敗してる人たち含めてっていうかまあ起業して本当に本当にやってる人たちはみんな一回一回どころじゃないいっぱい失敗してるんだけど <laughs> 彼らが言うのは一般の一般の人たちは一般の人たちは安全と心地がいいこと例えば慣れてるものねの同じことだと思ってるから反対が危険であるだから心地が悪いもの例えばこう自分で起業するとか自分のホビーを何とかしてこう。 お金に変えていこうとかそれとか会社に属さないこととかフリーランスすることとかあの例えば音楽を趣味にしてる人音楽が本当に好きな人は音楽ではみんな飯食っていないよってみんな思ってるから例えば音楽を追求することとか絵を追求することとか特にまあ一般の人たちが普通やらないことっていうのは彼らからすると,ちょと心地の悪いことなわけじゃないですか。でも心地のの悪いの逆は別に 危険とは限らないっていうことを皆さん知ってください安全の逆が危険なのであって安全と心地いいは絶対逆ですね例えば知ってますか冷たい水に冷たい水を鍋に入れますよねで、えー、まあなめ,めても何でもいいんだけどとにかく鍋ってことにしておきましょう水を鍋に入れてそこにカエルを入れますよねカエルは冷たい水 の中だったらみんな元気でもそれを徐々に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 日に火にかけて徐々に水温を上げていくとしまいに沸騰するまでカエルは逃げないってこと知ってますかね心地がいいから安全だからまあ同じじゃないんだよね心地がいいからで心地がいいから「ふんふんふんふ,ん,ふーん,なんか暖かくなってきたけど」とか言ってまあ哺乳類じゃないからかもしれないですけどすごくこう徐々に徐々に 暑くなっても逃げないわけです。でしまいに死ぬんです。ね。だから心地がいいねあのって心地がいい場所に残ることが危険であることもあるっていうことです。はい。でやっぱり前から言ってる通りあのー、やっぱりこの物価のインフレと給料の増加っていうのはもう全然もう比例してないわけですよこれ見えるかな。はい行、はい、くよ。はい、えー、どうやってやるんだ。はい。な、まあ、例えば 物価のインフルこう来てるでしょ、こう来てるでしょ、でも給料もこう上がらないと生活水準は一致しないんだよね、でも物ばっかり高くなって、ぶあの給料はなかなか高くならない、ねだからもうどん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 この幅がこう来てるわけよ、1970何年だか忘れましたけど、ニクソンがね、あの、あのドルの変動、あの、 まあ日本語でごめんなさいこういうとこなんていうのか知らないんですけどとにかくねはいあのなのであの今何の話してたんだっけ目の前の飯を見たらなんか腹が減っちゃってとにかくそうなんですだからどん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 もうギャップがねえ増すだけなんですよだから生活水準は今のまま仕事をしていると会社で仕事をしているとどん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 貧しい思いをしていくことになるっていうことなんですはいいいだかからら心地がもう あの何あの前例があるからとか言ってみんながこうやってるからって一般的なこれをやってるとえらい目に遭うよっていうことですはいもちろん起業してこっちについていくぐらいの増加のそのにあの似合ったこのインフレ物価の増加ににあった給料の増加を自分のビジネスを通して追求するっていうのはもちろん失敗伴うかもしれませんはいでも失敗伴うかもしれないけどなんだかんだ言って最悪の場合何があるかっていうとやっぱまあこの みんなと同じ会社にとか属してあの仕事をするっていうことなわけなので、はい、リスクが非常に少ないと私は感じております。はい、とにかく、えーまあ、そういうポイントです、はい。安全と心地がいいっていうのはイコールではありません。ねはい、心地がいいところに,残るこ,とに残ることが非常に危険なことがあるということを知ってください。はい、私たちはビジネス,世ジネスの世界でそういうことを考えていますいただきます。